死人の魅力を発信する死人チャンネル おはようございます。こんばんは。詩銀チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩銀歴20年以上のわ、わたくしヘイヘイによる詩銀というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や銀字方についてわかりやすくざくばらんにお話ししていくチャンネルです。えー、今日はもうカミカミですね。もうあの、連日ちょっと睡眠時間削って頑張っているからヘロヘロになっているような気がしなくもないんですけれども。えー、ただまああの、相変わらず2歳過ぎた娘はですね、あの、元気に元気に育っております。そう、昨日は奥さんとなんかあの、そう、島次郎のですね、 えー、一、二ヶ月に一回は本が届くんですけど、今、あの、そこ11月号で、えー、そう、落ち葉とかですね、秋の季節の絵本読んでるんですよ。で、奥さんが、あ夜にですね、まあ、娘が本読んでって言うから、それを,を、あの、ちゃんと壁に寄りかかりながら一緒に、えー、読んでいて、えー、ちゃんと、 そう、言葉を一つ一つ教えてる感じですね。落ち葉って言ったら、娘が落ち葉って言って、えー、もみじって言ったら、もみじって言って、で、松ぼっくりって言ったら、松ぼっくりって言って,あの言ってるんですね。もうその光景自体がもう可愛らしくて仕方なくて、僕はあの、えー、こっそりじゃないですけど、ちゃんとあの、動画に残しておきました。あこれはあの、こういうのがですね、僕の宝物になっていくんだろうなと、えー、いくら動画撮影してもあの、止まらないんでですね、やっぱあの、容量大きめの iPhone にしておいてよかったなと、しみじみ思います。<laughs> では、え今日はですね、えー え、本当はあの、限定配信の予定だったんですけど、ちょっとあの、収録時間がそこまで足りていないところもあったんで、えー、サクッと一つテーマをお話ししていきたいと思います。とはいえ、結構重,重たいテーマではあるんですが、えー、一人よがりの資金にならない、えー、ための三つのポイントということでお話ししていきます。えー、一人よがりの銀、えー、どうですかねあなたはしていますかねえー、もしくはあの、周りの 他の人の銀を聞いて、えー、この人なんか独りよがりな銀だなとかって、えー、思ったことないですかね、えー、なんか僕の印象だと,、えー、なんというかな男性が独りよがりな銀をやっていることの方が割合的に多いかなという印象があります まあ、あの、どうだみたいな感じですね。どうだ俺はこんだけやれるんだぞっていう、えー、そういうただ見せて終わりみたいな、あそんな感じ、もしくはあのこっちを全く意識できていないような、あそんな銀が一人よがりな銀になります。で、と、これ自体はまあもちろんあの成長の過程でですね、えー、仕方ないところではあるんですけれども、だんだんとこの視野が広がっていって、視座が高まっていって、えー、そうなってより相手のところを想像できるようになっていて、より良い銀になっていくという、そういう、 話になります。なので、えー、そこに至るまでに、えーまあ、どういうところを押さえたら良いのかというのを今日は3つに絞ってですね、えー、お話ししていきます。えー、まず1つ目はですね、うん、一人よがりにならないためには、わ、うん、かりやすいものとして、えー、自分で録音して聞き返す、えー、もしくは人に聞いてもらえることを 増やすですね。えー、これがあの、まあ、わかりやすい内容になります。まあ、人に聞いてもらうっていうのもなかなかあの、難しいんで、えー、まあ、身内の人とか仲のいい人に聞いてもらうことが、気軽にできるんであればあ、そういう場面はですね、大事にしてもらいたいなという話です。で、それが難しい場合の方が多いとは思うんですけど、そういう時はですね、えー、録音して、えー、聞き返すというのは、これであの、すぐに、この一人よがりが治るというわけではないんですけれども、えー、これができていなくてですね、えー、 一人よがりが治るとも到底思えないんです、えー、この自分の銀を聞いて聞き返すというのは、客観的に聞ける力を少しずつ養っていくんですね。 自分で発している銀というものはの、なんというかな、骨伝導で自分の耳に伝わっている状態です。内部から通って伝わっていることの方が多いんですね。で、一方で収録してえ聞き返したものはあ、相手の耳にどういう風に伝わっているのかという、え空気伝導で伝わった音をもう一回聞き返すというのでですね、あれ自分の声こんな声なんだとか思うことはあるんですけれども、そういう方で耳を鍛えていった方が、あより相手の耳になれるようになりますので、えーまああの、 う、上手まくなる上でもですね、ここはあの大事になってきます。そして、えー、二つ目です。二つ目。二つ目はですね、あの、すごく、あのー、なんかあのー、わざわざ言うことではないんですけれども、えー、一人よがりにならないためにこそ、えー、骨組みを大事にするということです。骨組み。えー、発音発声アクセント、音程ですね。えー、ただ、まあ、すぐに一丁一夕でなるものではないんですけれども、なぜこれが一人よがり の銀とあの、繋がってくるかというとですね、自分で、我流で、 えー、なんとなく、いいと思ったように吟じる場合はですね、この骨組みにのっとっていないんですよ。えー、緩急強弱とか、えー、発音も雑であったり、アクセントも適当であったり、えー、音程は適当でいいからちゃんと取らないとかだったりして、で、発音もガリューとやると。いう風にやっていくとですね、えー、まあ、どれもが相手に伝わりにくくなっていくんですよ。うん、このテーマを今日話そうと思った時にですね、うん、やっぱり、 やっぱり骨組みの話になるんだな、っていうのをあの、自分でしみじみ感じています。えー、銀氏はですね、まず <laughs>、私文をより正確に、えー、伝えることが、まあ、あの、最低限の責務になります。詩を伝えずにしてですね、詩吟を伝えることはってできないですから。で、詩を伝える。えー、ただこれを、ただ正確にアナウンサーのように読めば終わりかというと、えー、そうは終わらないのが詩吟なんですね。えー、なので、 まず発音、発音とアクセント、えー、これを丁寧に大切に扱うということは、詩、え、文、ー、を丁寧に扱うということであって、それがより相手に届きやすくなるんですね。えー、ちゃんと詩文はもう何百年とか千年以上練りに練られた立派なものばかりなので、えー、それはちゃんと正しく 届けるだけで、えー、もう十分伝わる力が持っているんですで、えー、ただそれを読むだけだと死銀にはならないので銀としてやっていく場合に、えー、音程や発声が効いてくるわけです で、音程がずれているとですね、えー、なんかすごく不協和音になって嫌だなぁとか、思ったり発音が悪かったりすると何を言ってるのかわからないとか、で、発声も気持ち悪いとなんか耳障りだなぁとかいう風になってくるわけです。えー、なので、えー、相手に届けるためにですね、えー、この発音、発声、アクセント、音程、えー、一つ一つをまず丁寧にやるということが、あのー、大事になってくるんですね。うん。 うんとただ、これをばっかり言われてると、ちょっとあの、ここに集中するんだって言って、禁止眼的になる懸念もなくはないんですけれども、ここはあの、必ず通るべき、え通路なんで、ルートなんですね。ここを通らずして相手のことばっかり考えてもですね、基本がグラグラになっているから、結局、我流の銀になってくるんですよ。まず、優先すべきは、この私文、そのものがいいものですから。 ダイヤ、ダイヤなんで、それを丁寧に丁寧に磨いて、え、それを大切に相手に届けようとすることが大事になってくるんですね。その手前のものを大事にせずにしてですね、え、どうやって放送したらいいか、包んだら相手がいいかなとかっていう、その小手先の話ばっかりやっても意味ないんですまずはこの、すでに持っている素晴らしい品物をより美しく磨いてあげるというのが、これがあの、骨組みを大事にするというところに効いてきます。そして三つ目ですね。三つ目。えー 誰に届けたいか、この銀を届けてどうなって欲しいかを想像するということ、想像しながら吟じるということですね。この自分のこのあたりが感動するポイントなんだとか、かっこいいポイントなんだ。だからこれを聞いて、感動して欲しいとか、驚いて欲しいとか、迫力を感じて欲しいとかですね。そういうふうに相手にどうなって欲しいかという視点で吟じる。 ということです。僕も大会の時にやっぱよく、うん、そういう考えを持っています。えー、あのあたりの人に向かって、この銀のこういうところを伝えてやるぞというのをあの考えるんですよ。で、そうすることで、人がいればやっぱり一番それが分かりやすいんですけれども、そうじゃなくてもですね、普段からこの銀は、あじゃあ前方10メートルぐらいに人がいると仮定して、えー、こういう風になってほしいと思って銀じようという。 ですねえー、この相手目線を考える。ただ今日言った話で順番に全部大事ですよ、えー。録音して客観的に聞く力を整えて、えー、そのもの自体を大事にするようにして、それをじゃあ相手を具体的に想像してどうなってほしいかも考えるという、この3ステップで。 行くとですね、えー、まあ、これは経験的に踏まえても間違いないかなと思いますので、えー、ぜひ参考にしてみてください。まあ、一丁一席ではいかないですよ。一 <laughs> 切いかないですけど。えー、でも、あのー、本当にそれがいけたらですね、とてもとても素晴らしい銀になります。言語化は難しいんですけど、相手に届く銀になるんですね。 ということでした。あでは、ちょっと時間がないんですね。さらさらっと後半行きたいと思います。えー、今日銀じるのは、鉱石という方が作られた除夜の作ですね。えー、もうあの、一足早いんですけど、除夜の、<laughs> もう年末の銀にしてみました。<laughs> では、まず、詩文を読んでいきます。えー、旅館の関東、一人眠らず、確信何事ぞ、歌た生前、故郷、今夜、千里を思う。 明朝また1年、えー、旅先の宿の寂しいともし火の下でただ一人なかなか眠りにつけないでいる、えー、旅人の心にはなぜかかくも寂しさが込み上げてくるのだろうか、えー、ふるさとの肉親たちは大晦日の今夜千里も離れたところにいる私のことを思っているだろう、えー、白髪頭の好みも明朝元旦にはまた一つ年を取るのだ ということでですね、もう11月一気に寒くなってきたんで、もう年末かなという心持ちがふわっときたんで、今日は、えー、これをやりましやってみようと思います。なかなかあれですね、監視作る人、あの夜になかなか眠りにつけない人が多そうですよね。<laughs> なんかいろいろやってると、なんかそういう共通点が気づくようになってきました。ちょっとあとみんな白髪とかあったりしますよね。頭いっぱい使ってるのかな。 えでは、えー、若干鼻詰まりがまたあの再燃してきたんですけれども、えー、こちら、あそうですね、なんかあのこの年末の侘びしさ、寂しさがあ届くように吟じてみたいと思います。ジョヤの作鉱石旅館の観光 一人眠らず確信。 何事ぞ、歌った,た、せいぜん、故郷、今

えー、いかがでしたでしょうかちょっと、故郷のところ。えー、設置もうちょっと。故郷、故郷、故郷はこっちか。故郷、今夜、うん。こっちが、こっちが多分正解ですね。えー、ちょっと間違えちゃった感じがあるんですけど。まあまあ、えー、鼻詰まりの中でこんな感じでしょう。<laughs> いやー、この鼻詰まりなんとかしてほしいですね。えー、とはいえ。 本当にもう年末かないや、まだ、まだ、まだできる。まだ抗えるという気持ちで、え、年末までですね、もう少しあの、できることを頑張っていきたいかなと思っております。では、あの、引き続き体調に気をつけて頑張っていきましょう。シギンの魅力を発信するシギンチャンネルどうもありがとうございました。バイバイ